日本ハムは8回まで0対0と緊迫した展開の中、エラーをきっかけにワンアウト3塁2塁の大ピンチ。すると新庄監督はレフトに内外野7つのポジションをこなす守備職人細川を投入。打球はそのレフトへ。しかし新庄采配実らず、3カード連続の負け越しです。